皆さんこんにちは。国土交通大臣政務官をしています衆議院議員の古川靖氏でございます。今日9月27日さっき、故安倍晋三国葬儀が終了をしました。私は政府の一員として参列をいたしましたが、本当に出席できて、出席してよかったと思っています。今日の東京は大変暑い一日となりました。会場となった日本武道館だけでなくて、この北の丸公園に設けられた献花台に向けて本当にたくさんの方々がずっと列をなしておられました。 1.5 キロから2キロぐらいあったんではないかと思います。こうしたたくさんの皆様方が安倍晋三という政治家に向けて自分の思いを伝えたい、そういう気持ちで並んでいただいている姿も大変ありがたいと思いましたし、また始まってみれば多くの国の国家元首級の方々が来ていただいておられました。日本語と英語で紹介があるんですけれども、英語で言えば His Majesty とか Her Majesty とか、もうそういった形で継承がつけられている方が本当にたくさんいらっしゃってました。これはやはり国が営む葬儀だからこれだけの方々が来られているということなのであって、これが国葬と儀という形でなければとてもこうはいかなかっただろうというふうに思います。もちろんこうして来ていただいている方々とは総理だけでなく様々なレベルの政治家の人たちが弔問外交を繰り広げています。私の仲間でも例えばシンガポールの首相が今日お見えでしたが、シンガポールの首相とはシンガポールに出張してもなかなか会うことができないんだということをおっしゃってました。まあ、そのシンガポールの首相と立ち話とはいえ話ができたことはとても良かったというようなことをお話しされてましたし、また日本人が今国際機関のトップに向けて選挙に立候補してるんですけれども、その日本人の候補者をよろしくというようなことを、まあ、ある省の政務官がある国の代表者に対してお願いをしていました。まあ、こうしたことを含めて多くの力のある人たちが来てくれたおかげで、まあ、そうしたことも可能になっているという姿を目の当たりにすることができました。今日は岸田葬儀委員長をはじめさまざまな方がいろいろ心のこもったお言葉を安倍晋三元総理に送っていただきましたが、私、まあ、個人的には菅さん、菅前総理大臣のお話が一番こう心に来るなという感じでした。政治家としてずっと一緒におられた、そして厳しいこと苦しいことも一緒に経験された、その菅さんならではの心のこもったお言葉だったなというふうに思います。まあ、こうしたことを思うにつけ失ったものの大きさということを感じるわけでありますけれども、しっかりその安倍晋三という政治家が実現しようとしたことを現役の政治家である私はしっかりとそれを受け継いで実行していかなければならないということを改めて感じました。私は平成26年の初当選、安倍内閣の時でございましたので、その意味では広い意味で安倍チルドレンということになります。心の中にそのことを思いながらこれからもしっかり仕事で恩返しをしていきたいと思います。古川靖氏でございました。